トーマス・クラウン・アフェアは、1999年に制作されたアメリカ映画、1968年のスティーブ・マック・イーン主演、華麗なる賭けのリメイクである、モネ、黄昏・ベネツィア・トマス・クラウンは本作品をニューヨークのメトロポリタン美術館から盗み出す。ただし、実際の作品は、日本のアーティゾン美術、コッホ、ヒル・急速トマス・クラウンが、モネよりも好きだと警備員に言った絵。 実際の作品はフランスのオルセイ美術館が所蔵している。ベルギーの旧5 0 0フランサツの裏面表の面にはルネ・マグリットの肖像が描かれている。マグリットの絵のモチーフのうちのよく知られたものの一つがボーラーハットをかぶったコート姿の男性、カシアス・マーセラス、クーリッジ、ポーカーの思いやりトマス・クラウンがキャサリン・バニングにつかませた偽のモネの下に描かせた絵。クーリッジは アメリカの画家でモネとは同時代に活躍した。トマス・クラウンはニューヨークの企業のオーナーであるカウンセリングにおいて女性はトマスを信用していいものかという精神分析医の問いに対し利害があまりに対立するのでない限り信用していいと答える。ある朝出勤の途中、トマスはメトロポリタン美術館に立ち寄り、クロワッサンをかじりながらゴッホを眺めていた。 その後トマスは仕事に向かったが、その時、メトロポリタン美術館には4人組の美術品泥棒が入り込んで美術品強奪の準備を始めていた。仕事を終えた後、トマスが再びメトロポリタン美術館に行くと美術品泥棒たちが警備員を装っていよいよ美術品の強奪に取り掛かろうとしているところであった。ところが本物の警備員に犯行の意図を見破られ逃げ出した。 一方、トマスは、泥棒騒ぎで館内は騒然としている隙をついて、モネを盗み出す。ニューヨーク市警のマイケル・マッキャン刑事が、犯行現場を見分しているところへ、キャサリン・バニングが話しかけてくる。スイスの保険会社から頼まれて、本件を調査しに来たのだと言った。キャサリンは、美術品泥棒の一人を尋問し、この泥棒たちの役割は単なる陽動であるとした。そして、 トマスこそモネを盗み出した犯人だろうと見当をつける。トマスはメトロポリタン美術館のモネのあった場所に自分の所有する絵画を貸し出す。そのセレモニーの場でキャサリンはトマスに声をかけた。そして保険会社に頼まれてあなたの首を取りに来たのだという。トマスはキャサリンを次の日の夕食に誘った。当日、二人は夕食の前にメトロポリタン美術館に出かけた。ルネマグリットの 人の子のポスターを見て、この絵にある男性がトマスを思い出させるとキャサリンは言った。次の日、トマスの自宅に忍び込んだキャサリンは隠してあったもを見つけることができた。しかしそれは偽物であった。キャサリンはトマスが若い女性と一緒にいたダンスパーティーに乱入し、その女性からトマスを取り上げてしまう。パーティーの後、結局、その夜は二人で一緒に過ごした。トマスとキャサリンは、 急速に親密になっていくのだが、キャサリンは、刑事のマイケルからトマスが若い女性と夜な夜なっている、写真を見せられる。その夜、気まずい雰囲気の中、トマスは、キャサリンが興味があるのは単に絵のことなのかどうか、知りたいので、刑事たちが写真を撮るに任せていたのだという。その上で、トマスはここを離れるつもりなので一緒に来るように、提案する。キャサリンはただ、わからない、と答えた。 キャサリンとマイケルは、トマスがつかませた偽物のモネを誰が描いたのか、調べていた。ハイン・リッヒのツつ音の名前が浮かび上がったが、彼は、刑務所に収監中であった。キャサリンは、ハイン・リッヒの息子がニューヨークにいて、父親と同じように成功な贋作を作ったのでは、ないかと考えた。一方で、キャサリンはトマスについていくことを決めたのだが、トマスの自宅に行くと、 普段の若い女性に話しかけながらトマスが旅行自宅をしているところだった。自分ではなくその女性と逃げるつもりなのだと理解したキャサリンは怒って出て行こうとした。しかしトマスは彼女は自分のために仕事をしてその支払いを受け取るためにここに来ただけだと説明した。どんな仕事をしたのかは言わなかった。また明日の午後モネを美術館に返してこの件は片付けてその後で ヘリポートで会うことにしようとキャサリンに言った。君はこのことをみんなに話して美術館で待っていることもできるけど、君のことを信用しているよと最後に付け加えた。キャサリンは迷ったものの、刑事のマイケルにトマスの計画を話した。翌日警官たちはトマスがモネをもっと美術館に来るのを待ち構えていた。アタッシェケースを下げて美術館に入ってきたトマスはホールで周りを眺めると、 ボーラーハットをかぶって歩き出した。警官たちは、ボーラーハットを目印に、トマスを追跡、監視していたのだが、同じ、背格好で、ボーラーハットをかぶり、同じアタッシェケースを下げた男たちが、大勢美術館の中を歩いていることに気がついて、トマスを見失ってしまった。こうして、警察の目をくらませたトマスは、モネの展示してあった部屋で煙を発生させ、スプリンクラーを動作させた。 トマスが貸し出していた絵は、水をかぶって、表面の水性絵の具が流れ出し、下からは盗まれたはずのモネが出てきた。また、トマスがしばしば会っていた若い女性こそがヌーツオンの娘であり、トマスのためにモネの贋作を描いたのだと知った。その彼女もすでに行方をくらましていた。キャサリンはすぐにヘリポートに向かった。しかしトマスはいなかった。打ちひしがれて帰りの飛行機に乗った。 離陸すると座席で顔を伏して泣き出した。すると後ろの席からハンカチを差し出し、キャサリンが後ろを振り返ると、そこにはトマスが座っていた。その他吹き替え、柳井沢栄治その他吹き替え、佐藤優四伊藤翔一、安井国彦、木下博之、沢木育也、肘方優人、李良子、佐藤愛、薬師寺兼子、大西武春、北川勝弘、根本康彦、小室正幸。 河村拓夫、ありがとうございます。